出演する舞台メトロノームデュエットが26日東京読売大手町ホールで初日を迎えたレッドクリフなどの映画音楽お手がケテキタイワ体ロタ太郎氏が発案したセリフと生演奏の音楽で芝居を成立させていく新感覚の朗読劇浜中はめちゃめちゃむずいですねすごい難しいなと思いながらやってますと明かす 演奏などすべてを合わせた本。ワン同様の稽古を行ったのは、前日が初めてだったという。寺西は朗読劇の経験もなく、本を持って舞台に立つのが初めて。最初の頃は立ち稽古を本持ってやって、いるのと何が違うのかなとすごく新鮮。と心境。俳優の高